フィリップ・フォン・ザクセン・コーブルク・ウント・ゴータは、小リ公爵家の講子、ブルガリア王フェルディナンド一世の長兄にあたる、金曜猛勲賞、ポルトガルの党及び、県勲賞を受賞している。ザクセン・コーブルク・ゴータ公子・アウグストと、その妻のフランス王女・クレマンティーヌの長男として生まれ、1870年に、ハンガリー王国軍の陸軍少佐となった。 1875年2月4日、呪名にあたるベルギー・オージョルイーズと結婚した。フィリップは、議定のオーストリア皇太子ルドルフとは、親友で、1889年1月30日未明に、起きた、マイヤーリンク事件では、ヨーゼフ・ホヨス・シュプリンツ・エンシュタイン爵及び、近所のヨハン・ロシェックと一緒に、ルドルフ皇太子とその愛人マリー・ホンベッツェラの遺体を、発見している。 ルイーズとの結婚生活は悲惨なものであり、ルイーズは1896年に夫の元を離れて別居した。2年後の1898年には彼女に対する近地三戦国が出され、1906年1月15日には二人の離婚が成立した。ルイーズはハンガリー貴族のマッタチチュケグレビチ、ゲイザ伯爵と長く愛人関係にあったため、フィリップは 主君の皇帝フランツ・ヨーゼフ一世から妻の上フとの決闘を命じられている。ルイーズはまた、フィリップの副官とも男女の関係にあった。フィリップは、コーブルクにある上官で晩年を過ごし、77歳で、この世を去った。意外は、コーブルクの聖アウグスティン教会にある、コハーリー公爵家の地下納骨堂に埋葬された。ルイーズとの間に一男一女を設けた。 フィリップと辞邸のルートビヒアウグスト、ありがとうございます。